コンピュータゲームの歴史において第三世代ゲーム機は1983年7月15日に日本で任天堂ファミリーコンピュータとセガ SG-1000 の2つのシステムが発売されたことから始まった。この世代は8ビット時代と呼ばれることもある。ファミコンが海外で発売された際には任天堂エンターテイメントシステムとして作り変えて販売された。この世代は 当たりショックが終わり、家庭用ゲームメーカーの優位性が米国から日本への移行したことを示す。1980年には、任天堂ーのゲームウォッチが、1979年には、ミルトン・ブラトリーのマイケロビジアンが発売されたが、携帯型ゲーム機はこの世代の主要な存在ではなかった。技術向上により、この世代のゲーム機ではグラフィックとサウンドの機能が向上した。 画面上の同時表示色数とパレットサイズの両方が増加し、より大きな解像度と画面上のより多くのスプライトと相まって、開発者はより詳細なシーンの作成が可能になった。5CH オーディオが一般的になり、ゲーム機ではサウンドのバリエーションと範囲が広がった。この世代の注目すべき技術革新は、ユーザーがゲームの進行状況をセーブできる。 オンボードメモリとバッテリーを持つカートリッジを搭載したことで、任天堂のゼルダの伝説でこの技術が市場に導入された。この技術革新により、ユーザーはゲームを最初から開始するのではなく、進行状況を保存できるようになったため、より広大なゲーム世界と深いストーリーを楽しむことができるようになった。次の世代になると、ゲームの保存機能は普遍的になり、最初は、 ゲームカートリッジに保存していたが、その後、業界が読み取り専用の光ディスク、メモリーカード、ハードディスクドライブ、そして最終的には、クラウドストレージへと変化していった。この世代で最も売れた、家庭用ゲーム機は、ニンテンドーのファミコン、ついで、セガマスターシステム、そしてあたり7800であった。全世代のゲーム機も8ビットプロセッサを使用していたが、 家庭用ゲーム機が初めてビットのラベルをつけて販売されるようになったのは第3世代の終わり頃であった。また、メガドライブのような第4世代の16ビット機が販売されるようになり、世代間の差別化を図るためにこの言葉は流行した。日本と北米では、この世代は主にファミコンが、ヨーロッパとブラジルの市場では、セガマスターシステムが多くを占めていた。 第4世代の16ビットシステムが登場して、第3世代が終わり、2003年9月25日にファミコンの販売が終了した。ファミリーコンピュータは、この時代に日本で非常に人気があり、同世代の他のゲーム機を圧倒した。ファミコンの欧米版である、ニンテンドーエンターテイメントシステムは、開発者とのライセンス契約に制限があったこともあり、 北米のゲーム市場を席巻していた。これは、家庭用ビデオゲームの優位性の米国から日本への転換を示し、コンピューターゲーミングワールドは、ニンテンドの大流行について、アメリカのビデオゲームデザイナーのための期待外れの出来事ではなく、事実上、これまでの仕事はすべて日本で行われてきたと表現している。ニンテンドは1987年のゲーム機市場における、 ハード売上高の65%と推定され、当たりは24%、セガは8%、その他企業は3%を占めていた。日本のゲーム機の人気は急速に高まり、1988年にエピックスは同社が当たりショックと表現した1984年のビデオゲームのハード業界とは対照的に任天堂のカートリッジ市場は すべての家庭用コンピュータのソフト市場よりも大きいと述べている。任天堂は1988年に700万台のファミコンを販売したが、これは最初の5年間に販売されたコモドール64の台数とほぼ同じであった。コンピュート、シによると任天堂の人気が原因で、ほとんどのコンピュータゲーム会社はその年のクリスマスの間に売り上げが悪くなり、 一部の会社は深刻な財務問題を引き起こし、1989年にエピックスは完全にゲーム機カートリッジに転換した。1990年にはアメリカの家庭の30%が NES を所有していたのに対し、全パソコンでは23%であり、コンピュータゲーム開発者の子供たちでさえも親の拒否や最先端のコンピュータやソフトウェアが家にあるにもかかわらず、 ゲーム機を要求する同調圧力が強かった。1992年にコンピューターゲーミングワールドが報じたようにビデオゲームにアクセスできない子供たちは親がテレビを買うことを拒否した私たち自身の世代の子たちと同様に文化的に孤立しているという。セガはゲーム機販売台数の市場シェアにおいてニンテンドの主要な競争相手であった。 商業的に成功を収めたセガマスターシステムの前身であるセガの SG-1000 はファミコンとは異なり当初コレコビジョンや MSX のような同時代のコンピュータとの際はほとんどなかったがハードウェアスクロールがないにもかかわらず SG-1000 は長時空成期オーガスの視差スクロールやズーム909のスプライトスクロールなどの高度なスクロール効果を実現した 1985年には、セガのマスターシステムにハードウェアスクロールが搭載され、カラーパレットの増加、メモリの増加、疑似 3D 効果、立体 3D も搭載され、ファミコンよりもハードウェア面で明確な優位性を獲得した。しかし、ファミコンは北米と日本の市場を支配し続け、マスターシステムはヨーロッパと南アメリカの新興市場でより優位に立つことになった。 この時代はビデオゲーム発展の歴史に多くの影響を与えた。第三世代では最初のゲーム機でのロールプレイングビデオゲームが多く発売された。ビデオゲームの編集や検閲は日本のゲームを北米にローカライズする際によく行われた。この時代には第三世代及び後の世代のゲーム機まで続く史上最も有名なビデオゲームシリーズの多くが誕生した。 例えば、スーパーマリオブラザーズ、ファイナルファンタジー、ゼルダの伝説、ドラゴンクエスト、メトロイド、ロックマン、メタルギア、悪魔女、ドラキュラ、ファンタシースター、女神転天忍者竜剣伝、ボンバーマンなどである。第三世代はまた、子供向け教育ゲーム機市場の始まりでもある。ビデオスマーツやコンピュータースマーツシステムのような、 ゲーム機は子供用に設計された非常に原始的な入力システムへ余分な装備を取り除かれたが、ロムカートリッジの使用は後のそのようなゲーム機の標準としてこれを確立することになる。これらのシステムは容量が小さいため、一般的にはビットというラベルが付けられておらず、従来のゲーム機との競合として販売されてなかった。北米ではあたり7800と、 マスターシステムは1992年に生産中止となった一方、ファミコンはさらに数年間生産され続けた。ヨーロッパではマスターシステムは1990年代後半に生産中止となった。しかし、ブラジルでは現在に至るまで販売を続けている。日本では任天堂は2007年10月31日までファミコンの修理を続けていた。 1983年7月15日、セガで初めて作られたゲーム機の SG-1000 が日本で発売された。これはファミコンと並んで発売され、第3世代の最初の2台のゲーム機となった。同世代の他のゲーム機ほど売れなかったが、セガのゲーム機メーカーとしての発展に重要な役割を果たしたと考えられている。ファミリーコンピュータは、 1983年7月15日に日本で1986年9月に北米地域で任天堂エンターテイメントシステムとして発売された。これは任天堂が開発、販売した8ビットカートリッジベースのゲーム機で6000万台以上を販売した同世代で最も人気のあるゲーム機となった。横井軍兵が設計した方向パート付きの コントローラーを搭載した初の家庭用システムであり、業界標準となった。北米では1995年8月14日にファミコンが発売中止となったが、日本で発売中止となったのは2003年9月25日だった。セガマーク3は SG-1000 の3代目であり、1985年10月20日に日本市場向けに発売された。日本以外では、 マスターシステムとしてデザインも変更して発売された。これはファミコンよりも優れた設計にされ、競合機よりも優位に立つことを目指していたが、売れ行きは好調だったにもかかわらず、ファミコンの成功には及ばず、この世代で2番目に売れたゲーム機となった。これはブラジルを除くすべての地域で同様の傾向が見られたが、ブラジルでは世代終了後も何年も売れ続けた。 マスターシステムにはサードパーティー製のゲームがほとんどなかったが、これは任天堂のライセンス契約により、開発者は任天堂機用企業のゲームのみを発売することが義務付けられていたためと思われる。あたり7800はあたり5200の後継機で1986年5月に発売された。これはハードウェアを追加せずに介護感性を持つ最初のゲーム機であった。 当初は1984年5月21日に発売される予定だったが会社売却のために2年後まで発売されずゲームのソフト数の少なさと相まってゲーム機はあまり売れなかった。ファミコン NES は北米とアジアでは第3世代機の中で圧倒的多数の台数を販売した。1989年の北米ではニンテンドーとセガの間で ファミコンとマスターシステムの市場シェアは94%対6%で、任ン堂が有利だった。1992年の北米でのシェアは、任天堂ーが80%、ついでアタリが12%、セガが8%となっている。これは、スーパーマリオブラザーズ、メトロイド、ダックハント、ゼルダの伝説などのファーストパーティータイトルが充実していたことと、 ニンテンドの厳しいライセンス規定により、ファミコンのタイトルは発売後2年間の独占販売が義務付けられていたため、他のゲーム機へのサードパーティーのサポートに支障をきたしていたことが背景にある。一方、北米では当たりはマスターシステムよりもやや検討したものの2位にとどまった。ヨーロッパでは北米や日本市場での派遣を握っていたにもかかわらず、NES には 厳しい競争があり、マスターシステムに抜かれてしまった。ありがとうございます。